ゆたとウェブのおーちゃんです。おーです。おさぎです。今日は、まあ、こういった場所に来てるんですけどね。これから僕たち体張る企画のバク転もやりましたけど、元アスリート、元女子サッカー選手って言ってるんですけど、引退してもうね7年ぐらいね、しますから、まあ、ほんとこの縄にかけた体がどんなものなのか、一旦これから運動やる前に測ってみようじゃないかっていうところで、現実を見ろと、はい、数字をお前ら見ろと、英文と数字見ると頭になっちゃう。な、よくわかんない。はい、担当者のそんなさん、お願いします。おはようございます。おはようございます。フィジカルラボ銀座のそんなと申します。今日はよろしくお願いします。はい、はい、そしたらどんなことをしていただける場所なのか、ちょっとご説明お願いいたします。はい、フィジカルラボ銀座ではフィジカルドッグというサービスをメインに、展開しております。フィジカルドッグというのは、まあ、人間ドッグの体版、体に特化したものということで、はいはい、皆さんの動作を測定させていただいて、そこからさらに筋力とか可動域、体の硬さとかを見させてもらって、皆さんの動きの癖だったりとか、まあ、どこが弱いか、どこが強いかみたいなところを、一緒に見させていただいてやっております。数字がもろ上がれて、そうですね、体脂肪とか、筋肉量とかも、出ますので、皆さんの体がどんな感じになっているか楽しみに見させてもらえたらと思っております。じゃあ早速ちょっと計測の方に入っていきましょうということで、大丈夫ですか？はい、レッツゴーってことでよろしくお願いします。お願いします。一応、対策ですか？いや、これもともと電気が流れるんで、皮脂とかをちょっと取っておかないと。あ、まずはノルモンタマで結構です。もう出るの？これですぐ暴かれるよ。すごいすごい、すごい。どんな感じですか、マサさんの数字は？まあ、体脂肪量が標準よりちょっと超えている。筋肉量と体重は、まあ、そんなに超えてないので。じゃあ前屈の動作をやってみましょうかね。膝を曲げずにいける範囲でいってもということを取らせてもらいます。じゃあまっすぐ立ってください。はい、お願いします。前屈してみましょう。で、そのままゆっくり戻りましょう。こんな感じで撮影されるということになります。あー、すごい。まあ、これでつま先触れないんで硬いですねと、じゃあその中でどこが硬そうですねみたいな話を、ちょっと恥ずかしいね、切っちゃったんですけど、なんか出てきたよ。ということで、皆さん計測終わりましたけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。ここでまず一人ずつの評価をサクサクサクっと、そうですね、してもらいましょう。知りたい。はい、じゃあ先生、マサからお願いします。じゃあマサさん、まずはですね、体がかなり硬いっていうのが、前屈も指つかなかったりとか、後ろもあんまり反れなかったりっていうところで硬さが結構見られていました。なのでそこを改善していくっていうのが多分一番のところかな。で、胸のところ手術をしたっていうこともあって突っ張り感が強いっていうところもあったんですが、それも体幹部分の硬さから来てるものもゼロじゃないという感じがありますので、そこも含めて改善をしていけるのが一番いいんじゃないかなというふうに思っております。次、おーちゃんでお願いします。はい、おーちゃん、同じく硬さ結構見られたんですけど、体の後ろ側の硬さは特になかったです。前屈もかなり綺麗にできていました。ただ前側がすごい硬くてですね、後ろに反るっていう動きがすごく苦手だったりとか、股関節周りも前側、外側が結構硬かったので、そこが動きの不外因子になっているんじゃないかなっていうところ。あれじゃない、前側の一番柔らかいところ取っちゃった。まあ今僕の話で言うと股関節の話をしたら、そこだけではないっていうところだけ強調しておきたいな。違う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 。じゃあ次、朝日さんお願いします。はい、朝日さんはですね、体は結構柔らかくて前屈も後ろもひねりも全部うまくいっていたタイプかなというふうに思います。ただ3人の中でいうと一番筋力的に出しにくさが結構あったので、どの筋力でもちょっと他の方よりも弱めになっていたかなという気がしています。はい、はい、なのでそこ頑張っていけるといいんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。で、あとは3人に共通する
するところとしては、肩甲骨周りのところがすごく弱かったっていうことがありますので、そこから動かしていけると、多分これからいろんなスポーツやる上では、肩甲骨の動かし方だったりとか、そこでしっかり耐える筋力を出すっていうことをやっていけると、これから使えるんじゃないかというふうに考えています。選手時代は散々言われなかった、肩甲骨周り、肩甲骨周りみたいな意識しろよって、はい、ここでね、ただ計測しただけじゃなくて3人かかって、一般的に男性でいう体に近いのは誰かっていうので、ちょっと一回教えてほしいです。男性、先生がこう数字で見て男性に一番近いなっていう、はい、全体でいくと、やっぱり今回お三方触らせていただいて感じたのは、男性の方がやっぱり皮膚の張り感だったり筋肉の張り感っていうのが高いような印象が僕的にはあるんですね。でそういう意味ではやっぱり女性の体にある程度近いというか、まだそういう体なんだなっていうのを結構感じたんですよ。これは面白い、面白いですね、はいはい、その中で一番筋の張り感だったりとか男性に近いなっていう風に感じたのは、マスターですね。顔がもう本当に元女子なんだ。本当にウッカッパあった。あった。ありました、ありました。本当にあった。出ました。もう見てるし何回も聞いてる。もしかしたらそれが男性ホルモンの数値とかも測ってるらしい。血液検査とか出てて。確かにね。それで血液検査でさ、男性ホルモン高かったら面白いのかな。かもしれないですけど、まあ、はい、そこだけはちょっと分かんないですけど、はい、そういう意味で僕が感じたのは、はい、マスターですね。はい。はい、次、はい、スポーツ選手時代の体が誰が一番、まあ、まあちょっとは体脂肪の塊なんですけど誰が一番まあギリギリ残ってるなっていうのがあります。大ちゃんが一番動きとしてもそれっぽい感じになってたのは、はい、まあ分かってたみたいな感じでまあ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 、もともと一番あのトレーニングとかもされてたっていう話でしたもんね。もうちょっとこの前動いたんですけど、はい、こんなに30歳の方たち動けないの、うん、って驚きました。34歳一番元気今の持久力と運動してから何ヶ月何年後の持久力がどれぐらい変わってるのかを計測したいとっていうので、簡単に言うとですね、体力のチェックっていうことを一旦ここでしておきましょう。まあ、今フィジカルドックでやったのはあくまで体の一般的な動きっていうところですので、まあ、心肺機能がどれだけ保たれているのか、でまあ、今後どうやって変わっていくのかっていうことを見ていきたいなというふうに思っております。で、知ってんだよ、マジで嫌だ、うわ、それかって思って、怖い怖い。では、やっていただくものを発表したいと思います。3歳いきます、ね、やっていただくのはですね、バーピーを、タバタプロトコルでやっていただきます。どういうこと、どういうこと。タバタプロトコルっていうのは20秒運動してもらって10秒休憩してもらいます。これを20秒、10秒、20秒、10秒で8セット繰り返していただくというものになります。でそれでバーピーが何回できるか、でそれを数ヶ月後もしくはもうちょっとしてからっていうところで測ったら、あ、これだけ体力ついたねということが言えると思うんです。なので今日はあくまであのビフォアですので、体験プラス今の体力を知るっていうことをやっていければいいんじゃないかなということで提案させていただきました。はい、無事採用ということで、はい、NG なしのチームなのでやらせていただきますということで、じゃあ早速いきましょうか。それではスタートしたいと思います。5秒前からいきます。5秒前、4、3、2、1、もっと上げていきましょう。 OK です。スタートです。2、3、これいける、立とう立とう立とう、あー惜しい、会いなかったです。無理、終了でーす。あたりゃー、あとどうですか。ということで、バーピー終わりましたね。お疲れ様でした。じゃあ一応ね、改めてね、回数発表していただきましょう。はい、マサさん、はい、トータルは37回。続いて、おーちゃん
トータルの回数は53回でした。じゃあ最後朝日さん、はい、トータルの回数は46回。まああくまでこれが基準ということになりますので、今回多分しんどかった健康から体力作っていって、まあ、この回数が増えていくというところがキーになってくると思いますので今回の多い少ないっていうのはそれぞれではあると思うんですけれども、これを基準に頑張っていただけるといいのかなというふうに思っています。そしたらまた定期的に、まあ、体の使い方だったりとか運動して何ヶ月後かにどれぐらい変化してるっていうのはちょっともう一度計測させていただければと思います。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ概要欄にフィジカルラボのホームページだったりとか、YouTube チャンネルもそうですね。最近あまり稼働してないんですけど。はい、じゃあ稼働していただいて、お互いのチャンネル見ていただいて、グッドボタン、高評価お願いいたします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。